はい、どうも、哲学徒です。今回も、ディアブロイモータルやりながら、雑談の方していきたいなと思います。今日はですね、まあ、ディアブロ4の、まあ、攻略動画の方がね、ちょっと、一段落しましたので、ちょっとね、まあ、シーズン5までの息抜きというような感じでね、ちょっと新しいハックスラ、セイクリッド2というね、ゲームも始めましたので、まあ、ちょっとその感想とかについてね、お話ししていけたらいいかなと思います。まあ、こちらのね、ゲーム、まあ、発売されたのね、2008年の、ゲームなので、なのでね、ディアブロ3がね、出るよりも前の作品で、まあ、まあ、2008年っていうとね、結構、ハクスラの中ではですね、まあ、なんていうかな、暑い時期でして、特に、まあ、今ね、パズド、盛り上がってる、まあ、続編が出ることでね、盛り上がってるパスオブエグザイル2だったりとか、あとね、まあ、タイタンクエストですね、グリムドーンの、まあ、前作にあたるね、まあ、ハクスラが出たりとかしてた時期で、まあ、なんていうのかな、やっぱり、ディアブロ2が、拡張版も含めてね、むちゃくちゃその、ホリゲーとしてのね、まあ、地位っていうのを確立していた時期だけあって、なんていうのかな、まあ、それをね、まあ、独自性の点でね、勝った作品を作ろうという、ことで、まあ、いろんなね、まあ、ゲーム開発会社が、まあ、D2 に影響されてね、ゲームを作ってた時代というような感じで。まあ、なんていうかな、各作品ともにやっぱり、ディアブロ2とはまた違う強化の要素だったりとか、まあ、エンドコンテンツのやり込みの要素だったりとかね。うん、まあ、そういうのをやっぱ目指してやってたという時代に出てきたゲームなので、まあ、かなりですね、今日、1日、まあ、だいたい8時間ぐらいかな。まあ、ぶつづけでちょっとプレイしてたんですけど、まあ、面白い。なんていうのかな。特にですね、まあ、まだドロップ、まあ、むちゃくちゃ強い装備品がドロップするとか、まあ、そういうところまでは行ってないんですけど、まあ、序盤ちょっとやっただけでも、かなり、まあ、キャラクターの育成の要素とかはね、すごく面白いというゲームになってて。まあ、なんだろうな。まあ、結構ね、普段よくしていただいてる、まあ、一緒にね、ディアブロとかをやってる、フレンドさんが、まあ、なんか、ディアブロ好きだったら、セイクリッド2もすごい面白いですよ、みたいな感じでね、おすすめしてくれてたんですけども、なかなかやっぱりね、時間が作れなくて、まあ、今回ね、コメントで結構いただいてたのは、ラストエポックとかね、まあ、やらないんですかとか、あと、まあ、グリムドーンだよね、の、その後のね、実況とかは出さないんですかそういった、まあ、リクエストもいただいてるんで。まあ、そちらもやりたいし、あとあれですね。ディアブロ3の、シーズン32の方もね。まあ、あれ、やめちゃったわけではなくて、ちょっとね、なんていうか、時間がなくて全然できてないっていう感じなので。まあ、そちらも時間作ってやりたいなとは思うんですけど、まあ、セイクリッド2ね。まあ、なんだろうな、今日一日やってみたんですけど、結構ね、まあ、インストールの方法から結構大変で、まあ、そもそも今から買おうと思うとさ、まあ、スチームでポンと買えるという感じではなくて、海外のね、まあ、GOG とか、まあ、そういうサイトで、まあ、購入した、ものを、まあ、インストールキーみたいな感じで、スチームにね、まあ、インポートすることができるので、なので、まあ、そちらを使って、まあ、スチーム経由でインストールするみたいな感じなんですけど、まあ、ちょっとそこら辺のね、買い方とかも、まあ、詳しくね、まとめ動画みたいなの出せたらいいかなとは思ってるんですけど、なんだろうな、私が結構、まあ、セイクリッド2、まあ、興味はあるけど、なかなか、そこまで手が回らないかなと思ってた時に、まさにその、セイクリッド2をおすすめしてくれたね、フレンドさんが、なんか今安くなってるんで、まあ、買いましょうか、買ってあげましょうか、みたいな感じでね、お誘いくださったので、まあ、なんか、ね、D4 が一段落したら、そこでできるかなということでね、まあ、なんだろうな、まあ、ご提供いただいたというような感じなんですけど、まあ、そうですね、うん、やってせがですね、うん、
まあ自分で買ってないんで言うのもあれですけど、今だとなんか800円ぐらいでね、まあセールの時だけなのかわからないですけど、購入することができるということなんですけど、まあやっぱり D2 ライクなね、ゲームで。ただまあ結構ね、オリジナル性も高い、ゲームだなという感じがしてですね。特にやっぱり、キャラクターの育成の要素は結構独自で、まあ、セクリット2にもですね、ルーンと呼ばれるシステムがあるんですけど、ディアブロ2のね、ルーンの概念とはちょっと違ってですね、ルーンを消費することによって、まあ自分が覚えている、まあアクティブスキルっていうのかな、を、の威力を上げていくというような、スタイルになってて。まあ、セクリット2はですね、マナを消費して、まあ、スキルを使うというゲームではなくて、まあ、どっちかというとこのディアブロイモータルとかに近いかな。クールダウン時間があって、まあ、それが終わるとスキルが再度使えるようになるっていうようなシステムを採用しているので、なのでね、まあ、スキルのランクを上げていくとですね、リチャージ時間というかな、クールダウン時間の方が、どん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 と、まあ伸びていくと。威力は上がるんだけど、再度使用できるまでの、ね、時間というのは伸びていくようなシステムになってて。ただですね、そのリチャージ時間を、減らしてくれるスキルっていうのも、ね、用意されてたりとかするので。なので、まあそういったね、なんていうかな、デメリットを打ち消してくれるような、まあ仕組みっていうのを、まあ装備とか、あとね、他のスキルで補いながら、まあ、より高火力なね、ビルドを目指していくというようなゲームなんですけど、なかなかそのシステムはね、よくできてて、まあ、最初のうちはね、まあ、ルーンとかも全然、全くゼロの資産から始めていくので、大変なんだとは思うんですけど、おそらく、まあ、2キャラ目、3キャラ目だとね、まあ、ルーンの方もね、大量に、ファーストキャラクターで、入手しているような状態になるので、なので、序盤からスキルを上げて、強い状態で、まあ、なんていうかな、サクサクとプレイができるというような感じになっていくのかな、という、印象ですので、なんだろうな、そこら辺のバランス感覚ってすごいよなぁと思いましたね。なかなか、まあ、ここまでのゲーム性っていうのをあの時代に作れたっていうのはね、すごいなと思っていて。で、まあ一応ですね、セクリット2は、スパイクチューンソフト、今の、スパイクソフトウェア。まあ今のスパイクチューンソフトウェアですけど、から、まあ日本語版のにローカライズされた、プレステ3版と、あと、Xbox 版のね、パッケージが発売されていたことがあって。で、まあ私がやってるのは、PC 版の方なんですけども、かなりですね、ローカライズの方もしっかりと、されてて、まあムービーとかそういうところは日本語になってないんだけど、会話文とかに関しては、普通に意味が取れる程度にはね、しっかりとした、翻訳パッチがついてるというような感じなので。なのでね、まあ最初から日本語環境でできるってところは、まあ非常にいいんじゃないかなという感じがしましたね。うん。で、ちょっと、あれですね。そう。まあやった感じとしては、やっぱり、すごくね、まったりプレイできるゲームだなという印象でしたね。まあそれがいい。良いと見えるか、まあちょっと一時代前のゲームと感じるかっていうのは結構人によって分かれてくるかなというところがあるんですけど、なんだろうな、私的には、なんかちょっと、こう最近のハクスラのこうスピーディーな戦闘っていうのに疲れた時とかに、やるのにちょうどいいぐらいのバランスになってくれてたんで、まあなんだろうな、あ、こういう感じもいいよねっていう、どっちかっていうと私あれかな、今までやったハクスラで言うとタイタンクエストとかに感じは近いけれど、ただやっぱりね、独自性、ドロップの独自性っていうのもあるし、あとね、やっぱね、とにかくすごいなと思ったのは、マップがむちゃくちゃ広大なんですよね。で、そしてなんかメインのクエストっていうのはあるんですけど、メインのクエストに至るまでにもう大量のね、サブクエストがあるんで、まあ、そこをね、一通りこなしていくだけでも、まあ、今回7時間ぐらいかかったっていう感じなので。なので、まあ、当然ながら、なんていうのかな、全く初見なので、今回、なんていうのかな、操作方法も含めて調べながらっていう感じだったので、
一応なんかね、その過程も含めてね、動画に、してはいますけど、まあ、サクサク実況が見たい人は、ちょっとね、しばらくお時間いただけたらなと思います。まあ、おそらく、まあ、一回ね、ノーマルの難易度クリアして、まあ、その上の難易度に至る頃には、ある程度勝手も分かってきてさ、まあ、サクサクとした、あ、交渉の運命ってここにあるんだ。あ、これか。そう、こういうね、なんか本があるんですけど、あの、イモータルの拠点の中にもありますので、あの、もし、イモータル聖剣の方いらっしゃったらね、あの、なんていうか、まだね、今週、聖剣交代するとは限らないですけど、あの、早めに取っといた方がいいかなと思いますね。はい。そう。だからね、かなりそこら辺の、あの、なんていうのかな、ゲーム性の違いというのがあって、あの、フィールドがむちゃくちゃでかくて、まあ私、サイドクエストああいうの、とか、あとマップの未踏破領域とかあるとさ、ついつい埋めたくなるタイプなんで、あの、序盤からしっかり埋めていったりとかしてたんですけど、なんかですね、あの、エリアごとに、まあ敵の最大レベルみたいのが指定されてるみたいで、なんていうかな、自分より格下の相手を、相手取ると、なんか経験値1とかしか入らなくてさ、まあなんか、レベル6から7に上げるのむちゃくちゃ大変みたいな状態になっちゃったんで。なので、まあ、なんだろうな、サイドクエストもちょいちょいこなしながら、まあ基本はメインクエストをどんどん進めていくっていうような感じでやっていくようなゲームスタイルのものなのかなと思っていて。うん。なのでね、まあ、少しスピードアップしてやっていくのもいいかなと。まあでもマップ広大なんでね、全部のマップ見てみたいし、あと結構やっぱり、初見ってこともあってね、まあいろんな、街の中のオブジェクトとか、あと、まあ謎のね、神殿があったりとかさ、まあそういうのもあってね、なかなか楽しいなと思ってますね。まあ神殿ということでね、なんかね、神様みたいなものを建て祀ってたりもして、あの、キャラクターのクリエイトのところで、まあ、その神、どの神様選ぶか選、とかがね、最初に選べるんですけど、まあ、そこもなかなかね、面白いシステムになっててね。どうなのかなって感じですけどね。はい。よいしょ。まあでもなんか久しぶりにまったりとした白空ができたっていう感じで。うん。まあセイクリッド2。まあちょっとこれから買うのはね、まあ、ハードルが高めなのかもしれないんですけど、昔の白空、まあ特に初代ディアブロから連なるような、流れが好きっていう方は、すごくね、いいゲームだと思いましたので、ぜひね、実況の方も、楽しんでいただけたらなと思って。まあ、やっぱね、なんだろうな、もちろんカット編集してさ、短い動画にまとめた方が皆さんにとっては見やすいのかなと思うんですけど、やっぱなんかその基本コンフィグ含め、ちょっとね、なんていうのかな、まあ、どっちかというと配信スタイルに近いような感じでね、今動画を撮っちゃってるんで、なので、うん。まあ、グリムドームもなんていうのかな、だいたい1枠1時間半ぐらいのどっぷりやるような感じで、上げてたんですけど、なんだろうな、ああいうの見たいっていう方もなんか、中にはいらっしゃるので、なので、まあ、結局はハクスラー、まあ解説とか、まあ攻略とかももちろんしていきたいとは思うんですけど、まあその前にやっぱりどっぷり遊んでからじゃないと、やっぱり何かを語るってことはできないのかなというところもあってさ。なので、まあ、今ね、抱いてる印象と、やっぱり終盤までやった時の印象とか、またそれが変わってくると思うんで、まあ、そこもね、やっぱり、うん、お伝えしていけたらいいかな、という感じがしてますね。うん。割とね、まだ、なんだろう、あ、あと、そうですね。
結構キャラクターの育成は大変な感じで、なんていうのかな、いわゆるスキルのリロールみたいな、スキルとかポイントのリロールとかができないような、ステータスのリロールっていうのはできないようなシステムになってるので、なのでね、よく考えて、ちょっと育成の方はしていかないと、まあ、強いキャラクター育てられないっていうような感じになってて、まあ、私も、なんだろうな、一応、なんていうのかな、すでに、まあ、ウィキとかもあるので、まあ、そういうとこを参考にね、こんなビルドでいこうみたいなものを決めてね、始めてはいるんだけど、もうすでに1日目の時点でね、若干振り間違えてるというかさ、趣味に走っちゃったようなところもあるから、だから、まあ、何回か育てていく中で、あ、この組み方をしたら多分、強いだろうな、みたいなさ。そういう構成を楽しんでいくっていうゲームなのかなと思っていて。で、あとですね、スキルの中には、戦闘能力が上がるものとか、あと防御力が上がるものもあるんですけど、まあ、それ以外に、まあ、交渉というね、まあ、なんていうか、お店に並ぶアイテムが、まあ、安くなったり、いいものになったりとかするってやつ。とあとまあなんか第六感っていうその、ドロップするアイテムのね質が良くなるっていうようなスキルなんかもあってまあそういうものをつけてまあトレハン寄りのねキャラクターを作るっていうね、まあ楽しみ方もできるような感じになってるのでなのでまあ最初のキャラクターはどっちかというとガチガチの火力寄りというよりはまあ他のキャラクターもやっぱりやっていきたいので装備を掘るためのね、スキルっていうのも少し取っていこうかなと思っているのでなんかね、うん、まあ様子見的な感じでとりあえずノーマル難易度のねエンディングまで、ノーマルっていうか、難易度の方はですねブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナそして、ニオブっていうのかなっていう、6段階あるのかな、なんだノーマル、シルバー、ゴールド、プラチナ。そうだね。あ、5段階か。5段階制という感じになってるので、まあ、そこもやっぱりディアブロ2のさ、ボリュームに勝ちたいっていうところあるんだろうなと思っていて。うん、多分ね、ボリューム量でやっぱ勝負してるハクスラなのかなっていうところもあってね。まあ、そこもむちゃくちゃ楽しみなところではありますね。うん、まずは、ちょっとブロンズのね、クリア目指してちょっとやっていって、うん。なんか、まあ、シルバーの難易度で、途中から進めるっていう、なんか、方法の方がいいんじゃないか、みたいなね、ことも、攻略情報なんかにはあったんだけど、まあ、楽しみですね。うん、まあ、若干、やっぱり古いハクスラーなので、なんていうかな、まあ、ちょっと正体不明の、なんていうのかな、ハングアウトみたいな感じで、まあ、途中でゲームが止まっちゃってなんか戻ってこないみたいなのが私の環境とかだったり あったりするんだけど、それはまあインストールの環境とかで違うと思うんで、まあ私だけの問題かもしれないんですけど、若干ちょっと癖があったりとか、あとそうですね、デフォルトのキーの割り当てが意外となんか特殊な感じなので、まあインベントリーがまあ C だったりとかさ、うん、ちょっと、変わった設計になってて、あれ、中に私思ったんだけど、あれ、ドイツ語なんじゃねって思ったんですよね。ドイツの会社のゲームなんで、もしかするとそこら辺が全部ドイツ語の頭文字取っちゃってるんで、ドイツ語でインベントリってなんて言うのかわかんないけど、うん、もしかするとね、そこら辺の違いなのかなっていうのもちょっと、今ね、さっきちょっと実況してて思ったところ。まあ、原文がどうなってんのかちょっと確認しないとね、正確なことは言えないけど。なんか、英語の、まあ、ゲームだとなかなかないようなさ、割り当てになってるんで、まあ、ちょっと慣れるまで大変かなという感じはしましたけど。ただまあ、まったりやれるなという感じがするので、まあ、なんていうか、サイドクエストちょっと、今日は一日何個やろうとかさ、そんな感じで進めていくのにはちょうどいいゲームかなという気がします。もし気になる方がいたら、ぜひ、遊んでみてほしいなと思いますね。うん、割とね、ディアブロ風のハクスラって大量にあるんで、私ももちろん全部のね、ゲーム、遊び尽くしたって感じじゃないので、まあ、そこも嬉しいとこよね。うん、まあ、ちょっと有名なところだけでも、ね、パスオブエグザイルとかさ、グリドン
系のゲームもあるし、あとそうね、なんか三国志のハクスラあるんだけど、あれもやりたいなとは思ってるんで、うん、そう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 。まあ、私なんか基本いろいろこう興味があって、まあなんだろうな、時間さえあればやっぱりね、どのハクスラもやっぱり遊んでみたいという人間ではあるので、うん、まあぜひまたなんていうのかな、おすすめのハクスラとかね、あれば皆さんもねコメントで教えていただけたらなと思いますね。うん、割とねスチームで売られてるハクスラだけでもたくさんあって、なんかねフレデリカっていうちょっとこうライト目のハクスラだけどキャラクターが可愛いハクスラなんかもあったりとかするんで、まあ、そこら辺もねなんかいつか触ってみたいなという気はするんですけど、あとあれかな、その三国志のハクスラとかね、うん、昔ねでもああいう感じのハクスラあったんだよね。うん。スチームに今売られてるやつは、超運のやつかな？うん。だと思うんだけど。うん、まあ結構ね、そこら辺も。まあ限られた時間の中でしかできない部分もありますけど。やっぱな、楽しいよな。イモータルもなんか最近ほらさ、毎晩、1時間だけ釣りをするみたいなさ、ことをやってんだけど、あれね、もう、睡眠導入剤に最適なのよね。うん。まあ、やっぱりなんだろうな、やっぱりああいう、静かなゲームやってるとさ、やっぱり戦闘がメインのディアブロって、やっぱりあんまり寝つきは良くなくて、まあ、ディアブロ3とか4とかのさ、まあ動画撮ったりとか配信した後とかね、まあ、意外とこう興奮しててさ、まあ寝つき悪かったりするんだけど、まあ釣りハクスラはね、むちゃくちゃ眠くなりますので、いいんですよね。そうそう、釣りの方もね、あれなんですよね、今回のイベント、いいところとしては、各地のね、魚が、まあ、釣れて、で、なおかつ、図鑑の方もね、最終的には、まあ、レジェンダリーとか、あとミシックって言われるね、レアリティの高い魚を釣らなきゃいけないんですけど、そこら辺もね、結構出て、私もなんだろうな、なんだかんだで、今回、まあ、36種類かな、あと4種類釣れば、コンプリートみたいなところまで、持ってくることができた。まあなので、釣り図鑑のコンプリートまだやってないよっていう人にも結構おすすめのイベントではあるんですけど、割とね、釣り竿は大変だなという感じがしましたね。なんか視聴者の方から、まあコメントで教えていただいたんですけど、なんか、そう、16時間ぐらいはやんないと厳しいんじゃないかみたいなね、コメントをいただいてて、なんかまあ、それ考えるとね、まあ、シーズンの最後までに、いや、シーズンっていうか24日かな？の最終日までに、釣り竿を出るか出ないか、まあちょっと微妙なところではあるけど、まあ私かね、あとは一緒に、やってるフレンドさん、まあどっちかで出てくれたらいいかなと思ってますけど、まあなんだろうな、他のプレイヤーが釣り上げたね、なんていうのかな、イベントに関しても共有されるようなシステムになってるので、なので、基本的には、4人パーティー組めるんだったら組んじゃった方がいいかなと思いますね。たまに募集とかかけてる人もいらっしゃるので、なのでね、うん。そうそう、まだの方はぜひね、やってみてほしいなという感じですね。はい。ちょっとサブキャラのババちゃんの方も少しアイテム集めていきましょうかね。そう、今回まあこのチャンネルが運営してるクランのローゼンリッターがなんと決勝戦、優勝かな、多分できてると思いますので、なんだろうね、シャドウウォーはほとんど最近なんだろうな、まあ、新しく始めたプレイヤーの人たちが、まあ、あまりログインしてこなくなっちゃってるってこともあって。うん、そう、だからね、結構私、イモータル、まあ、こうしてチャンネルやってて、まあ、始めてくださってる方とかも結構いらっしゃるんですけど、やっぱ定着率っていうところで言うとなかなか厳しいなーっていうところがね、正直な感想としてあるので、
まあでもなんていうのかな、ずっといなきゃっていうのもさ、結構ストレスじゃん。だからあんまりね、別に強制するものじゃないと思うし、難しいんだよね。結構こう、まあ、結局ソシャゲっていうかさ、こういう MMO とかソシャゲって毎日ログインしないと強くならないみたいなさ、そういうゲーム性になってるから、まあ、ジレンマはあるんだよね。そういう意味で言うと。だから。なんか、うちはま、基本あんまりそのさ、ノルマ的なことは、やりたくないというスタイルで運用しちゃってるんで、なので、なんだろうな。まあ、しばらくはなんか皆さんね、楽しく遊んでくださるんですけど、まあ、二月経つと、やっぱり、なんか一人減り、二人減りみたいな感じでさ。まあ、新規の方で、本当の意味で定着してくれる人って、やっぱり10人に一人ぐらいしか今いないから、そういうことを考えるとちょっとね、妹ら今後どうなってんだろう。どうなっていくんだろうなぁと、ちょっと、感じるとこもあって。何かしらこう、テコ入れが入るなり、あとやっぱり、ずっとログインしなきゃいけないってやっぱ結構きついからね。私にとってもやっぱり、なんだろうな、これ雑談会やりながら、まあ一つのやっぱなんかきっかけを作ってやっぱり続けてるようなところもあるから、まあ別にその飽きてるってわけじゃないんだけどね。やっぱり毎日ログインしてっていうのは結構、時間的にハードな分もあるから、そこら辺うまい付き合い方できたらいいんですけどね。なので、まあでもね、なんだかんだで、まあディアブロ4の動画、まあ解説動画だけですけど、一応ね、目処がついたので、あとはまあ、あとね、2週間の試練場と、あと、まあそれ以外のね、初心者向けの動画。まあそして、あと、まあシーズン5に向けたね、また、更新予想についての動画なんかを公開していくというようなスタイルでやっていこうと思ってますので、なのでね、まあ、ディアブロ4、イモータル、そしてディアブロ3、セイクリッド2と、4本立てで、まあ、しばらく活動していきたいと思います。楽しみにしていただけたらなと思います。やっぱね、ハックスラはでもどのゲームもね、あ、このゲームはここは面白いなってとこあるんで、まあ、まずやっぱセイクリッドの、まあ、世界地図を全部埋めるというところからね、まあ、しばらく遊んでいきたいなと。バチャンもだいぶ強くなりましたね。これね、まあ朝枠の動画はね、どっちかってとこの雑談会と同じで、なんかまったり私が、まあ、試験的に、いろんなゲームに挑戦するみたいな枠にしていきたいと思ってるので、まあなんていうか生温かい目で見ていただけたらいいかなと思ってます。はい。これで、そうですね。あれ？他全部取られたのかな？ちょっと待ってね。ああ、でも勝ってるな。
ロゼンリッターの方が勝ってる。今回ね、対戦相手なしっていうのがね、初めて起きたんだけど、なかなかこれもね、こんなことあるんだって感じですね。はい。ちょっとさすがに1、2回だけでも回して終わりましょうかね。最近本当にハクスラ三昧のね、毎日を過ごしているので、ではありますけど、まあでも、なんだろうな、ディアブロ4も結構シーズン4で、まあ一通りまた、全クラスね、まあ情報の方のブラッシュアップできたので、そこはね、良かったかなと思うんですけど、まあシーズン5はね、まあそんなにもう全キャラ、全部のね、なんていうかな、装備品揃えてみたいな感じではやらないとは思いますが、まあでもやっぱりね、ドルイドとか、あと、ローグあたりはね、やっぱり触ってみたいなという感じがしているので、まあちょっとクラスの選択悩ましいところでありますけど、まあ本格的にやっぱりやるのはまあシーズン7でやっぱりね、スピリットボーンもねしっかりやりたいので、なのでシーズン7はまあスピリットボーンにを集中的にやっぱりやるとしたら、まあそれ以外のクラスでまあやり残したことっていうのかな、まあ、一通りできたらいいかなというふうに思ってますので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。よいしょ、ただセイクリート結構あのボス的が意外と強いので、なんていうのかな、ボス対策みたいのはしっかりしていかないと危ないのかなっていうところがあるんで、まあそこら辺はなんだろうな、結構まあ日本の YouTuber さんだと2人ぐらい出してくれてる人が、動画出してくれてる人がいて、結構なんだろうな、ディアブロ4やってる間まあとにかくセイクリート全然手が出せなかった、夜寝る前とかにね、ちょっとこうね、なんていうかな、のひととき、まあ、セイクリッド始めたとき何やるかな、みたいなことをさ、いろいろと調べたりとかしてるときに、まあ、一通り、まあ、日本の動画はね、見させていただいて、で、あと結構海外の YouTuber さんもビルドの動画とか出してくれてるけど、まあ、当然ながら他の白線に比べるとかなりね、まだまだ情報量少ないかな。まあ、ただまあスパイクチューンでね出た時の攻略サイトとかそういうのがまあ日本語でもちゃんと残ってくれてるので、なのでまあ一通りどのクラスもね遊ぶ時にまあ育成にこだわらない、困らないようなビルドガイドとかもあるので、まあ動画見てねちょっと気になった方はぜひね、まあ CS 機あるいは PC 版の方ね試してみてほしいなと思います。まあ、割とね、動作環境としては、軽いので、全然ディアブロ2イモータルとかよりもね、メモリ使用量とか、必要なグラフィックのね、性能とかも高くないので、まあもう16年前のゲームですからね、まあそんなに高い要求値ではないので、遊べるとは思うんですけど、まあなんか途中で開発が止まっちゃったみたいなところがあるみたいで、なので有志によるね、まあ修正パッチっていうのはかなり、まあ、しっかりしたものを作ってくれてるっていうところがあるので。でね、レベルの方も200まで上げられるんでね。なんか、どうやらすごいカンストさせるのは茨の道らしいんだけど。なんかね、100以上の世界ともすごいな。なんか、まあ、ディアブロ3も結局レベル制をやっぱ廃止して、まあ、パラゴンシステムっていうのを導入したことによって、まあちょっと
2とは違う方向性でね、まあ、名作としてね、成立させたっていうところがあるんで、ディアブロ4、まあ、なんていうか、ドロップゲームにするとどうしてもね、D2 と比較されちゃうというところがあるので、そうじゃないところに、まあ、白砂の新しい可能性っていうのかな。まあ、そういうものを探っていくっていうのが、まあ、どの作品にとってもこう、うん、まあ、一つの勝負になってくるところがあると思うので、まあ、そこら辺もね、うん、まあ、いろいろと、まあ、ゆっくりプレイしながらね、味わっていきたいなと思ってますので、まあ、今後またちょっとね、区切りがいいところでね、セクリット2の、お話なんかもしていきたいと思いますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。